ラファエル・クーベリック。ラファエル・イエロニーム・クーベリック。チェコ語発音。1914年6月29日。ボヘミアから1996年8月11日。スイスル・チェルンは、チェコ出身で、ドイツを中心に、国際的に活躍した指揮者、作曲家。チェコ語の発音では、クーベリックが近い。世界的バイオリニスト、ヤン・クーベリックの長男として、 チェコのビー・ホリーに生まれる。母は、ハンガリーの伯爵の夫人であった、マリアンナ・ザーキーイコールセル、リアンナの父母は、医師とオペラ歌手であったが、本人が、ハンガリー貴族と結婚し、伯爵夫人の称号を得ていた。夫妻は5人の娘、3人の息子を設け、指揮者となった、ラファエル以外に、娘やニータ、1904年生まれも、バイオリニストとなった。 音楽的に非常に恵まれた環境のもと、読み書きができるようになるよりも先に楽譜が読めるようになり、やがて両親にねだって、ベートーベンの全公共曲のスコアを買ってもらい、学校の寿命中や夜寝る前のベッドの中で読む、といった少年時代を過ごす。13歳でオタカール人に指示して作曲を学び始め、16歳でいくつかの曲を試作するに至る。 指揮者として本格的に活動する前には、父の伴奏ピアニストとして各地への演奏旅行に同行した。14歳の時、ビルヘルムフルト・ベングラーの指揮するチャイコフスキーの公共曲第4番、ブルーノ・ワルターの指揮するマーラーの公共曲第1番に感銘を受け、指揮者を志す。プラハ音楽院でバイオリン、作曲、指揮を学び、1934年に、 自作のバイオリンとオーケストラのための幻想曲を完成させて、作曲家をドボルザークのオテロ助曲を指揮して指揮家をパガニーニの楽曲を演奏して、バイオリン家をそれぞれ卒業すると、同年チェコフィルハーモニー管弦楽団を指揮してデビュー。1936年にチェコフィルの常任指揮者、1939年にブルノの国立歌劇場の音楽監督に就任。 そして1942年、バーツラフ・ターリヒが、ナチス政権に反抗して解任されたを受け、チェコフィルの首席指揮者に就任。同年チェコ人バイオリニスト、ラーラベルト・ロバート結婚。しかし大戦終結後の1948年に、チェコスロバキアで、チェコスロバキア共産党を中心した政権が、成立する。1948年の、 チェコスロバキア製片とチェコの共産化に反対したクーベリックは同年のエディンバラ音楽祭へ参加するために投影、そのままイギリスへと亡命した。1950年から1953年までシカゴ交響楽団の音楽監督を務める。これは当初、楽団側がフルトベングラーに就任を要請していたもののアメリカ楽団の中心的な存在であったトスカニーに ルービンシュタイン、ホロビッツらの反対によってそれが実現せず、結果身を引いた、フルトベングラー本人の推薦に、後押しされての、いわば曰く付きの就任であったため、就任後も、ハンフルトベングラー陣営に属していた、女性評論家、クラウディア・キャッシュディから、音楽と無関係なことにまで及ぶ批判を受け続ける、という苦境に立たされ、やがて辞任を余儀なくされた。 1955年から58年まで、コベントガーデン王立歌劇場の音楽監督を務め、ヤナーチェクのオペラ、イェヌーファのイギリス初演、ベルリオーズの超大作オペラ、トロイアの人々の上演を実現。1961年には、主兵となるバイエルン放送公共楽団の主席指揮者に就任し、1979年まで、その任にあったが、この間、 クーベリックと楽団は1965、75年の2回の来日公演を含む全世界規模での会話イツアー、ドイツグラモフォン、アメリカ CBS などへの多くの録音を実現し、同楽団を世界的水準のオーケストラとした。一方この任についたと同じ頃、オーストラリア人、ソプラノ歌手、エルシー・モリソンと再婚。夫妻は後にする、マーラー曲全集中の 第4番で共演している。また、この間の1972年から1974年には、メトロポリタン歌劇場の音楽監督を兼任した。このポストは、同劇場に新設されたもので、その実現を推進した支配人、ヨラン・ジェンティーレとの緊密な連携期待されたが、当のジェンティーレが突然の自動車事故死を遂げるという期間に見舞われ、 クーベリックは自らその地位から退いた。1973年にはスイス国籍を取得。1986年に持病の関節炎、通風の悪化、また作曲に専念するために指揮者を引退した。しかし、1989年にチェコで民主化革命が起きたのを契機に、ハベル大統領の強い要請で亡命先のイギリスから帰国し、 翌1990年のプラハの春音楽祭でチェコフィルを指揮し、スメタナの我が祖国の歴史的演奏を行い復活。チェコフィルより終身名誉指揮者の称号を受けた。さらに1991年秋にもチェコフィルに再登場し、ドボルザークの公共曲第9番新世界よりお指揮。その直後に来日、大阪、東京でスメタナの 我が祖国を演奏した。1996年8月11日に、スイスのルツェルンでこの世を去った。父と共に、ビシェフラット民族墓地の記念的霊病、スラビーンに埋葬されている。なお、同じ墓碑には、父とアルフォンスミューシャの三人の名が刻まれている。20世紀最高クラスの指揮者で、スメタナやドボルザークなど故郷チェコの音楽のほか、 ドイツオーストリア系音楽を得意とする。特に元祖ドイツ国民歌劇と言われているが実は現在のチェコが舞台となっている。マダンノイでドイツでの作品発表が多いユダヤ系、オーストリア人だが記事はチェコであるマーラーなど、急進性ローマ帝国の多民族性に根ざした分野に強い。また、ベートーベン。 モーツァルトなどドイツ音楽本流部分でも同世代指揮者の中でも高い評価を得ている。クーベリックは20世紀後半の指揮者としては珍しく、オーケストラの第二バイオリンを指揮台の右側に配置し、第一と第二のバイオリンを左右に分けて配置させていた対抗配置、両翼配。1990年にの業績をまとめるため、姉のアニタと共に、 ヤンクーベリック協会を設立。同協会は、ラファエル・ボツゴも、SP 時代のチェコ人演奏家の貴重な音源を復刻するなどの活動を続けている。特に表記がないものは、主兵、バイエルン放送交響楽団との録音である。主に、イギリスデッカ、ドイツグラモフォン、アメリカ CBS、ドイツオーフをインターナショナルに録音を行っている。 近年になって、バイエルン時代のライブ録音が次々に CD 化され、スタジオ録音とは違う、熱気に満ちた演奏が再評価されている。還元楽曲、声楽曲、オペラ、室内楽曲、ピアノ曲等にわたる幅広い作品を残している。演奏、録音される機会は少なく、全容ははっきりとしないが、現時点で楽譜や録音等から知ることのできる品には次のものが、 ある。関成年等のデータは特記以外は以下で記載する楽譜、CD 付属解説書による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。